きます。ボンジョルナトゥッティ、レオナルド・デッシュのイタリアン3分クッキーのお時間です。皆さんお元気でしょうか。今日はですね、スタジオからではなくってうちの店の厨房から、料理教室をしてるんですよ。で、今日はトマトソースの作り方を教えますので、今日はうちの店の、料理教室生徒です。どうぞ皆さんボンジョルノ。ボンジョルノ。ではですね、まず今日はトマトソースの作り方を教えたいと思いますので、簡単なので見てください。では、皆さん見てくださいね。いきますよ。まずオリーブオイルです。オリーブオイル入れます。これ普通のピュアのオリーブオイルで結構です。そして、ニンニクのみじん切り入れます。見えますかね、ニンニクみじん切り。これはあのトマトホールはですね、サンマルツァーノという種類のイタリアのトマトなんですけれども、このが一番果肉が多くて水分が多いのでトマトに適してます。そして玉ねぎのスライス、入れます。それでこれをよく炒めます。お店によっては違うんですけれども、これはですね、人参とかセロリとか入れてちょっと濃厚するタイプのトマトソースもありますが、うちの店の、パスタの基本はニンニクと玉ねぎとオリーブオイル、それだけです。で、これで、ソースがきれいに仕上げるんであれば裏ごしても OK ですし、こういうトマトホールを、まあ、入れる前にボウルだったら何か移して手でこう潰して、されると、それで十分トマトソースができます。あと例えばこういう月桂樹とかバジルとか入れても OK ですし、それをお好みでこれ炒めてますね。これ金玉ねぎなのですぐ柔らかくなります。1、2分炒まったら、トマトホールを入れて仕上げていきます。入れますよ。もうザーッと入れます。これでトマトソースのベースができまして、こう潰しながら沸騰して、弱火にしてからだいたい 2,30 分で煮込んでいって、仕上げます。で、これよく冷ましたら1週間ぐらい冷蔵庫の中で置いておけば大丈夫です。トマトソースの基本はね、こういう作り方なので、これから夏熟してるトマトを買われると十分それでもできますし、わざわざトマトの缶詰を買わなくても十分できます。今日は、スタジオからではなくトマトソースを作りました。レオナルド・デッシュがお届けしました。ではまた来週。皆さんチャオチャオ。チャオチャオ。